お疲れちゃんです。ラットです。たけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちら、アウトローガールバトルっていう、まあ、チャレンジが来てるんで、チャレンジの攻略をね、やろうかなと思いますね。いつもしないんですけど、てかまあ、してた時もあったんですけど、最近はやってなかったんで、ちょっと久しぶりにやろうかなと思います。このユーノのスタンプが、急所したらもらえるらしいんですけど、これがね、僕ただ欲しいっていうので、このチャレンジやってます。普段のスタンプのチャレンジとかだとあんまやんないんですけど、チャレンジすら。今日ね、このユーノのスタンプが可愛すぎるのよっていうわけで、これですね。このデッキは強いです。スパーキーとボーラーを両サイドに出して、プリンセスとロケット押しを両サイドに出して、相手が攻めてきた時だけメガナイトで防衛します。そんだけ。はい。というわけで、やっていくんですけど、よいしょ。さっさっさで、なんかね、昨日かな？一昨日か。この動画が上がってる一昨日ぐらいに、これ、ユーノのこのコインのスタンプが、なんかショップで売られてたんですよ、これ。これが売られてたんで、250円ぐらいかな。で、買えましたね。買いました。もう、これめっちゃ欲しかったですよ。僕のもう一番好きなスタンプなんですよ、これが。で、一番好きなスタンプだったんですけど、なんかね、いつかのゲットするの逃しちゃったんで、なんか持ってなかったんですよね。そう。一番好きなのに持ってなかったんですよ。本当に好きなのってなっちゃうんですけど、そう、持ってなかったんで、これ買いましたね、これ。めちゃくちゃ可愛いですね。この、ふんっていう感じがね、もうたまらないですね、僕からしたら。はい。というわけで、まあ、両サイドにボーラーとスパーキー出して、あとロケット押しがこれちょっと強いですね。このゲーム、このモードっていうのかな。あー、死んじゃった。で、あれ、プリンセスで壊したいですね。で、ロケットプリン両サイドに適当に出しつつ、よいしょ。さあ、で、これ、ね、まあ、一つ勝ち筋がないっていうと、まあ、攻めるユニットがないんで、まあ、気づいたら勝手になんか、相手がね、止まらなくなってるんで、そういう感じの変なデッキなんですけど、相手がね、呪文イモとかだった時はね、ちょっと困りますね。呪文だけで、とかなんかね、そういう系だと困るんですけど、基本的に僕、このデッキはユニットが残る。これちょっとスパキーの前につけちゃいますね。相手が攻めてこないというか、多分攻めれないんですよね。この、なんかイモユニットがいっぱいいると、攻めれなくなって、気づいたらね、こんな感じでユニットが溜まるので、よいしょ。さあ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 、ロケット押しが嫌だっすね、マジで。ロケット押し結構強いですね。で、あとはウッドは便利っすね。相手のガールちゃんかな全部処理できるので。で、ボーラーは相手のロケット押しに届かないんですよね。それがちょっと弱点ではありますが。さあ、なんかいい勝負しちゃってますね。で、これライトニング取れますね、スパーキーに。やめたー飛来心。気持ちの飛来心。あ、待って。やべえ、なんか相手上手くね？まあまあまあ。でもね、これ、そうなんです。気づけば止まんなくなるので、またロケ砲のこのダメージが刺さりますね。これ。このロケ砲のね、これが強いのよ。ガールを処理しつつ、タワーにね、ダメージ与えていくんで、もうこれを基本的に、で勝手にしてくれますね。勝手にしてくれると、オッケー、タワー落ちてますね。そしたらもう、ほんとに、これ、量でね、勝てます。量で、相手が止まんなくなって、まあ、右落ちてますし、まあ、スパーキーが橋渡るときぐらいというか、まあ、結構後半であるならばもうメガナイトもね、出して、基本的には守りのメガナイトってイメージですかね。はい。というわけで、ユーノのスタンプが欲しいので、仕方なしにね、とか言うとは良くないんですけども、チャレンジをやっております。グッドゲーム。たまに、てか結構面白いんですよね、こういうチャレンジ。僕は意外と好きなんですけど、なんかめんどいんでやらないんですけど、1、2回とかだとね、めちゃくちゃ楽しくて好きっすね。なんかロイホク両サイドとか出てくるとか、箱がめっちゃ上から降ってくるってやつっすね。ロイヤルデリバリーがめちゃくちゃ降ってくるようなんとかもありましたし、結構こういうチャレンジはね、やってて楽しいんで、結構好きっすね。というわけで、まあ、基本的にこういうなんか、後ろからユニット出す系がね、強いですね。比較的に。さあ、というわけで、もう、ボーラーとスパーキーをこっちにもう出しちゃいますね。はい。で、これでもう休憩するだけです、あとは。はい、勝ちましたね。というわけで、なんか基本的にこういうチャレンジの攻略動画はいつも焼き鳥が出してるんですけど、なんかあの人 YouTube 気分屋なんで、なんかやったら動画上げたり上げてなかったりなんで、今回チャレンジ上げてねえなと思って、僕はね、今これを撮ってます。あ、待って。プリンセスとかね、シャシャって前から出したんですけど、後ろから出せばよかったっていうか、これあれだな。出た！
出た出た出た。やってないやつだな、これも相手。相手これ絶対やってないですね。なんか、もう諦めてんのかな。なんで？ユーノのスタンプ欲しくないのかな、あんなに可愛いのに。ちょっとセンスないですね。ユーノのあのスタンプってか、ユーノ好きっすね。ユーノの僕、コインのスタンプ大好きって言ったな。でも、今回ね、ユーノの、ヒョロヒョロヒョロンみたいな。あの、効果音から全然知らないですけど。可愛らしいやつはね、欲しいっすね。これだ。なんか普段クララ音出さないんで、マジでクララの音がわかんないんですよ。音が。どんな声出すとか、どんな音が鳴るとか、そういうの知らないんで。え？ちょっと待って、これ何？ああ。びっくりした。普通のフレンドバトルか思って今。墓石速攻出てきて、あれ普通のフレバト？フレバトというかグラチャで行ったのかなって思っちゃいましたね。さあさあさあ、とりあえずボーラー置いて逆サイにスパーキー置きたいですね。で、あとはもう放置で、後ろにロケホートプリン適当にピピュンって出しちゃって、まあ、相手のあのプリンセスぐらいはね、ウッドで処理してもいいかなと思いますね。よいしょ。まあみんな考えることは一緒ってやつですね。おお、ゴール来た。ゴール来たけど、スパーキー残ってますし、多分大丈夫だと思いますね。あとはロケホがこう勝手に残ってくれますね。で、このバルキリーはアウトロガールに行って、みたいな。そロケ投資マジで、このチャレンジ最強ですね。これ。ほら。ガールの攻撃受けずに、相手にダメージ与えて、いやちょっかい出して、しかも両サイドにね、こうちょっかい出していくんで。とりあえずボーラー置きまーす。スパーキー入りまーす。いただきまーす。はい。後ろから出して、作業ですね。本当に。なんか、ちょっと最初何のデッキがいいんだろうってなりますけど、こうデッキさえ見つけてしまえば、もうね、間違いなく作業です。はい。で、まあ、もうちょっとエリがね、出てくるようになると、前にメガナイトとかつけたりできるようになると思うんですけど、まあ、できなかったら後ろからユニット割くだけですね。で、これは防衛したいのでロケット星出してあげます。で、プリンちゃんいるのでウッド打ちます。当たってねえかな、ラッキー。さっさっさ。で、ロケット星の反対側にプリンちゃん出して、気づけば芝、相手の陣地が芝になってます。よいしょー、メガナイト登場。メガナイトワンチいらないっすね。まあ、いらないっすけど、他のカード何するってなった時に出てこないので、なんかシンプルにロケホーミラーとかしてもね、強い気もしますね。よいしょ。さあ、というわけで、いじめております。ごめんなさい。ラスト1勝でね、ユーノスタンプ。僕のスタンプコレクション、この8枚のね、選ばれし、スタンプたちの仲間入りしますね、これは。でかいですね。よろしく。さあ。まあ、今はこんな感じですが、何を起きそうかな。マジで、プリンちゃんというのが好きなんですよね、僕。プリンちゃん、ボンバーっすね。なんでボンバー入ってるのかマジでわかんないんですけど、これ。謎ボンバーっすね。謎ボンバー。ロケット投手も好きなんで。で、この豚となんかスケルトンは謎にちょっと気に入ってて、まあ、これは、煽られた時にね、やり返すようです。やべえ、ちょっと待って。危ねえ、危ねえ、危ねえ。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。あ、危ねえ！ちょっと待って、い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 て。なんかめっちゃ逃げて、あ、待って、やべえ。あ、待って。いて、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 なんか、待って、押されてる。なに？これで勝てば、ユーノスタンプがもらえるのに。ただちょっと、あれですかね、出してるだけだと、もしかしたら負けてしまうのかもしれない。いや、そんなことはない。このデッキは最強です。絶対負けません。ダメージを受けているサイドに、防衛行きます。で、相手何のデッキだったっけ？メガナイトか。メガナイトマジアチロケホーでしたね。お、すげえ。そう、こうやって一気に攻めてきたら、あ、バチコーンですね。で、おーおー、めっちゃ来る、めっちゃ来る。で、あのロケット投手もついでにやってくれ。あー、これなんか相手あれっすね。もう攻めすぎちゃって止まんなくなるみたいな。これギャングっすね。なんか上手いっすね、相手結構。あれ？なんで痛い？え？てかエリックさん2倍だ。まだ全然時間経ってないのに。今更って感じですが。さあ、スパーキー出してやばいっすね。ちょっと負けるんじゃないかなっていう香りが。嫌な目でしたね。これ一回飛んでからでいいか。ほら、こっちだ。あ、待って、メガナイト、メガナイト。
オッケーオッケーオッケー。いや待って待って待って、勝ちたい勝ちたい勝ちたい、普通に勝ちたい。そう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 、ここボールつけてあげて、まあ、相手もやっぱコスタルね、どんどんユニット出てきますね。どんどんユニット出てくるが、あー来ましたね、あの相手の。これ多分勝手に止まりそうですけどね。すごい、何も出してないのにホグライダー消えちゃった。で、あーまあメガナイトは取っておきましょうか、相手がホグとかあるので。あとは小物で回して後ろから流せるやつをいっぱい流せば来ましたね。あと30秒だ、後ろから流せば手に入るぜ。ユーノが、ユーノスタンプが手に入るんだ。ここちょっとおしゃれなとこ見せていこうかな。ピッ、あ死んじゃった。全然全然全然おしゃれじゃなかった、普通にやられちゃった。でまあスパーキーとかあるとね、相手も攻めのやつ出せないんでね。さっ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 さ、いやいいっすねチャレンジ、ちょっと楽しいや。グッドゲーム、しかもこれでスタンプゲットできた。いやボンバー、お疲れ、お別れ、バイバイ、最後に活躍ね。はい、てなわけで新スタンプをねゲットできました。アドログルヒロヒロヒロ、いやめちゃくちゃ可愛い、これこれを、スタンプ、そう持ってないの結構あるんですよね、僕持ってないの結構あって、いや可愛いな。あしかもこれ見て、プリンプリン、ユーノユーノってこう並ぶのいいっすね。いやめちゃくちゃいいっすね。というわけで皆さんもね、このユーノスタンプゲットするためにぜひぜひこのデッキね使ってみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。